これは買ってくれよ。ファイヤー、新潟県、新潟県、また仕事してくれ、また敷島、敷島。こんな人、岡田のためにちょっと。ね、もう間元大関のね、勢いというかね、もう横綱二横綱一大関を連覇して、今日は大関取りを目指す敷島をもうね倒そうかという勢い。片やね大関最短にね東に行って。ちょっと体重を、ね、増やしたのが災いしてから2連敗しましたが、うん、昨日は宇治家に勝ってもなんとか1勝2敗、もうこれ以上ね前半戦星を落とすわけにいかない敷島、しかし鬼ヶ崎はねもう強かったね、この3日間押し倒し、うん、今日の相手敷島とはね分はね敷島がねいいんですよ、差して勝ってるからね、うん、楽しみな一番でありますね。まあ、勢いの、ね、実績の敷島か強い気持ちで、強い気持ちで時間です、待ったなし、ガッと待てろ、さあグッと行く、グッと行く、また後しよう、待ったなし、ガッと待てろ、さあグッと行く、グッと行く、また後しよう、また後しよう、おーおーおー、押し倒しだー、何やってんじゃん、押し倒しだー、すげーなー、何やー、しかも刺してからのね、も入った瞬間にもうバッタリじゃん、喉が入ってからの攻めが早いもんね、別人だよ、別人なんだろうな、今場所ね、何にもだって先場所が変わってないんだよ、別にやべ、先々場所もね、押し倒しました、びっくりです、新潟県4連勝、敷島前半で3敗は痛い高野7勝で筆頭まで上がってきました、片湯、綱の花、綱の花、なた磯自慢、磯自慢、さあ、これで磯自慢ね、馬鹿にして先場所もね、千代筋に勝っちゃったりねしませんでしたっけ、うん、違う、ねえ、何するかわかんないよ、親方も何するかわかんないですから、磯島こそ何もしなくて回しすら誰かに誰かつけたか覚えてないというね、まあ、それも自分でつけたっけ、自分つけましたよ、そうだっけ、いいよ、吉田つけといてて、ちゃんとつけてますよ、磯島はね、これね、相手なりにうまい相撲取りますね、こんなね弱い時は弱いけどね、勝つ時はね、勝っちゃうんだよな、今日はない弱い時は弱いけどね、初顔ですね、綱の花、綱のもね、普通に似合いしてますから、まあ、もうね、負けられないところ、そうですね、綱の花、うーん、難しいね、ちょっと嫌な相手だね、初顔でね、磯島はね時間です、わかんないもんね、さあ、またし、楽しみな一番、あ、ちょっと待って、ちょっと西のかかとが、ちょっと西のかかと、あ、そう、今ぐらい、はい、今いいですよ、時間です、さあ、待ったなし、前出ろ、さあ、前に出るね、ソジマン、ノタノタ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 、ノタ出てからこうだったね、そこ間違いない、やりきり、あらー、攻めてたね、攻めてたね、あー、これなんね、押し出しかな、やりきり、やりきりかな、回しの手が届いてましたか、あらー、磯自慢三勝だよ、三位三役、ラッキーな綱の花三連敗、これは痛い、目の前で両関脇が一勝三敗、ダイヤ、大都会、大都会、この後、大神楽、大神楽、意外と初顔ですけどね、大神楽が、大都会はね、どこまでやれるかですね、どこまで上位とこれから当たっていくでしょうが、相撲取れるか、しかしね、千代鈴、西高度とね、連日、相手の人、激しい相撲取ってるからね、決して侮れません、大都会、今日の相手、慎重になっています。鬼、大神楽。この辺ね、今日の大都会、明日の宇治あたりね、負けるわけにいかないですからね。まあ、圧倒してね、うん、もう黒ぶさしたぐらいに寄り切りたいところであればありますが。時間です。あ、早くも時間になりました。待ったなし。頑張れよ。あ、きょい。どうしましょう。また、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 圧勝です、一瞬ね大都会誘おうとしますけど、ちょっと戻してください、大神楽万全で寄り切りました、豪遊山ダイヤ西郷土、西郷土、
なた、ごゆうざん、ごゆうざん。お、今強かったですね。止まらずに、うん、強かった。強かった。止まらずに来ました。ね、最後の3番目、そうか。西郷土、西郷土、まあね、西郷土千代瀬とね、まあ、負けられない戦いが、そう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 、さあ西郷土を、まあ、ごめんなさい、3-1と西郷土が優位ですが、1個は負けてるんですね。4場所前上手投げ、はい、弾みで弾みやっちゃった、弾みなんかポーンと入ってったやつがありましたね。ごめんなさい、たまにありますね、弾みの上手投げ、うん、さあ親方も間近に来て見ております。西郷土対豪遊山時間です。そうなりますか、ね、うん、ぴったりついてます、うん、いい感じだな、うん、待ったなし、どうだ、あ、キョイ、あ、出た、ノータ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 ノクラスを出ました。押し倒して、西郷土、ほんまに早く負けちゃうとさ、連敗を阻止しました、ね、うん、岡村さんの印象がちょっとあれでしょう、うん、いや別に、ね、つまんないでしょ、関係ないけど、それは西郷土そこででかかった、その後に磯自慢な、はい、や、鉄兜、ね、鉄兜、また1個でも勝ってる印象だったね、千代鈴、千代鈴、こちら、登場です。さあ 連敗をね、連敗のためにはもう負けられません。鬼ヶ岳に、ね、深く取ったゆえに、このね、つかぶとは何としても、ね、苦手なんて言ってらっしゃいませんからね。鬼ヶ岳強すぎる、まあ、時期に終わりますよ、疲れてそんなね、持たないよね、疲れてくるから、ね、足でもしで負けるよ、ものすごく強い、ね、後半は負けるから、ね、さあ、千代鈴、鉄つかぶとであります。こっちゃいいですよ、はい、時間です。さあ、どういう装備するか、千代鈴、あ、キョイ、さあ、ジャッツ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 、立ち上がんないよ、ノータ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 、やばい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 、これ危ないね、これ大丈夫だよ、大丈夫だよ、安定しろ、ちょっと食いついてから、うん、見てる方は死ぬもハラハラですよ、あまり勝ちね、寄り切り、いや、言いたい、言いたい、千代鈴寄り切りで、いっぱい戻りました。万数も取り済みましたるところ、タイヤ、カノシマ、カノシマ、また、エボシだけ、エボシだけ、お相撲一番にて本日の打ち止め。さあ1回目、新日は負けられない若手島でありますが、相手はまあ微妙な相手ですね。過去は6勝3敗と、ですが、この4場所当たっておりまして、過去 2年間6場所では1勝1敗の5分、まあ、4場所の、ね、ブランクがね、その10勝1敗の優勝の時は当たってませんからね。ああ、そっか、なんか西川さん、そんなにこれからもコメントがしずる機会もなくなってくるし、今日は大チャンス、コメントするチャンス、なんか強気の発言をぜひ、北の方にいやぶっ壊してやるとかね、そんなね、うん、横綱ですから、そうか、はい、品のある、あ、ね、まあ、ね、まあ、まあ力でね、押し倒したいですね。そうですね。うん。コブに持ち込んで、コブに戻したいところ。大丈夫でしょう。まったなし。ほら。さあ出た。先に出たのは、先に出た。まったなし。ほら。さあ出た。先に出たのは、先に出た。なたまた。よっしゃ。おお、首の皮一枚。残りました。まあ、エボシに臨んだからね、うん、ね、うん、なかなか。そうだよね。うん、刺しに行けませんでしたね、のどでした。そう、それ、まあ、それも良かったですね、押し倒し。まあ、それも良かったんだよね。ねえ。うん、お、上位安泰。横綱大関陣、トラン、トラン、優勝してるからね。